DNA6、1広島、4日、横浜スタジアム、痛すぎる連敗にも、広島、荒井貴弘監督が前向きな姿勢を失うことはなかった。2戦連続で先発投手が打ち込まれての敗戦。らしさ、が見られない負け方となったが、ピッチャーが頑張って、そこでバックがしっかり守って、ロースコアのゲームを拾っていくことがうちの野球なので。まあ逆に切り替えやすい。 逆に、逆に切り替えやすいですと強調した。立ち上がりの攻防が勝敗を分けた。初回の攻撃で3安打を記録しながらも無得点に終わると、その裏に先発アドゥアが打ち込まれた。2番、エビナに3塁線を破られる先制の敵地2塁打を浴びると、続く佐野には右前敵地打を献上。さらに宮崎に左翼へのスリーランを被弾した。打球が赤く染まった左翼スタンドに消えていくと、 その場に膝をつき、しばらく動けなかったミニュで、6回まで続投するも9安打6失点で4敗目を喫し、初回が全てだと思う。試合を壊してしまったので申し訳ないと言葉を絞り出した。前日の同線でも先発、森下が4回5失点で負け投手となり、チームは強力 DNA 打線の脅威にさらされている。荒井監督は、昨日京都、 うちのペースに持っていけてない。明日は何とか先制点を取って、ゲームを進めていきたいと現状を見つめながら、次戦へと気持ちを向けた。ここまで来たら全ての試合が勝負どころ、一戦必勝で戦い抜く。